よ。俺以外入れない狭い部屋の中、閉じこもるアウトプット考えてまた何度も同じ作業繰り返し、触れないぐらい熱くなった頭、見られたい一瞬違うやり方、承認欲求歌い方、同じものでもプロセスと使い方、音楽を聴くか人を見るか、 Yeah Yeah Yeah、土曜日曜関係なく働く、隙間音楽比重アンバランス、穴の開いた靴下ワークマン、職場の人らが買ってくれたアルバム、仕事ありき生活がありき、でも選択は全て音楽がありき、定まらない考えの先に、今を示す要素全部含め作る作品、両方の表情曲に変換、想像も行動も常に変化、何をもってして売れた、何も見えてないがその先を見ていた、いつの間にこんな風になったんだろうか、今日の飯をうまく食うためがもっと欲しくなる一方、欲深い俺が身を投げた音楽しがみつく道はどっちだ、 Yeah Yeah Yeah、 これがなくても生きるしか、これがあるから生きるしか、だいぶ大げさに言ってみたけど大げさじゃないかもな、口に出して首を絞めた、まだ本当の一部しか、ただ人生の全てじゃなく、だけどあれど俺は変わらず、ただやる、 Yeah Yeah、アルバムに前出てもやっぱ変わらず、三期一休せかせかと働く、あの換気扇が何周回る前に満足できる日が来るだろうか、欲深いゆえずっとまだ足りない、満たされない腹食いつぶすなりは、何をもって満足、曖昧なままただの自己顕示欲、そりゃ甘いんだな、うん、俺のアディダス聞くたびにぶん殴られる、なんもないなりにあるもんは出せ、ちょうどいいところ取るのはまた後で、一歩前に出たら後ろはすでに過去で、小便と共に洗い流してく、弱さ受け入れるのととどまるのは違うぜ、じゃあ何を磨いてやればいいか、なんとなくでも決まって、さあ行きます、これがなくても生きるしか、これがあるから生きるしか、だいぶ大げさに言ってみたけど大げさじゃないかもな、口に出して首を絞めた、まだ本当の一部しか、ただ人生の全てじゃなく、だけどあれと俺は変わらず、もっとでっけえステージに立つ、赤いカーペットの上に立つ、皆が称賛する曲を書く、誰のため何のためにやる、車止めて一人歌詞を書く、シート全部倒しうずくまる、誰か何かのためでもなく、こんな繰り返しが